ネズミはみんな嘘つきだ。患者を信じないで救えると思うの？救えるさ。俺が救うと決めたんだ。囚人、主よりお言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだな。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族としてさらなる高みへ導くだろう。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。その証拠というわけではないが、今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。これよりお前の物語は大きく動くことになるだろう。これまで以上に力を磨き、来るべき時に備えてくれ。期待しているよ。よし。ではまた。時間です、囚人。戻りなさい。おはようさん。お、制服。あれあげめよ。双葉のやつ、朝方の生活にするんだと。健全な作戦行動は健全なライフスタイルからだ。作戦？続いて今しがた入った速報です。連日世間を賑わせているいわゆる怪盗団事件、騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃怪盗団と俗称される集団の噂があることは政府としても承知しております。現在警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか。いよいよ我が輩たちも全国区だな。この謙虚さは好感持てるぜ。我が輩から盗んだもな。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも怪盗の話ばっかりなんて意見もいただいてます。怪盗って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネルとやらにかじりついてる。あれただの掲示板じゃないのか？最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。ハッカーまで退治したし期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。お
まったわ。やっぱ怪盗でしょ。私思うけど、夏休み短すぎない？なんかこう、学校内生活に慣れたあたりで終わるよね。けどま、今年は面白いこともあったか。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。 あ、そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みな上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね。一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、分かんないことあったら英語聞いていい？え？ごめん。
ごめんね。来たの？下校の早かった俺が拾いに行った。恩着せがましいお稲荷だ。さて本題だ。これからどうするよ。また大物狙うか？それもそうだが、例の認知世界の悪党とやらはどうする？いるのはもう確実でしょう。しかも廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。でも手がかりねえんじゃなけどさ、俺たち今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話で持ちきりだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感やばくね。確かにね、怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってけや。さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。痩せ我慢とか別にかっこよくねえし。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない。そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人、よく考えりゃこれ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。そん時はいっそ正体明かせ。モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当ては何もないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー。 OS の赤パスとか関係なし。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要あるけど、できそう？お姉ちゃん、ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか。そんなことない。わかった。ね、週刊誌に私がですか？鴨志田先生の件については観光令を敷いたはず。待ってください。どうか猶予を。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私は。ですから、どうかお願いします。
今は誠に託そう。きっとやってくれるって。ナナ。いらっしゃいませ。どれにします？ごゆっくりどうぞ。
よし。あれ、日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて。どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、電車の広告見た？またマスコミが来んぜ学校に。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと、ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったら行けっかな。実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。あ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。そ
そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？聞いてるのか？よ、みんな集まってるぜ。よく聞け。賛成よ。いいだろう。よく聞け。いいぜ。いいだろう。よく聞け。いいぞ。行きましょう。広がったな。お宝取ったせいなんだよね。これからどんどんでかくなりそうだな。メメントスの領域拡大はお宝取ったからじゃないと思う。回答の検索数とかホットワードのランキング、それに三島のサイトのアクセス件数だと思う。今もちょっとずつ広がってる。俺たちが話題になればなるほどメメントスが広がっているということか。もしかして逆なのかも。どういうこと？私たちが広げてる、あるいは怪盗が大衆に認知されるに従ってメメントスが奥への侵入を許している。カオパスってやつ？言えて妙かもな。
マジかよ、すげえな。っていうか双葉がすげえ。こんなんどうやって見つけたんだ。朝飯前。全然知らなかった。我が輩って。さあ今日も美しい仕事を始めよう。